はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。本日はですね、前回続きバトルロード、ライアンのバトルロードですね。前回は行けるとこまで行って、6で詰まっちゃったですね。でレベル上げをして、今日は6、7と7が行けたら行きたいですね。とりあえず6から行きたいです。でレベルは1日頑張ってここまで上げた状態ですね。サソリアーマーとライアンは77までしか来れなかったですけどね。まあここはいけるでしょうって感じですね。でパーティーはいろいろ違うパーティー、この辺なんか選べるんですけど、せっかくなんで、今回新しく仲間になったこの5人で行ってみたいかなね。はい、パーティー装備をして行きましょう。11156ですね。で9000なんでここはいけるでしょう。貴様か俺の手伝いで町を襲ったっていう魔物は、襲っとらん、町を襲うお主を倒しに来たのだ。この辺りに黄金があるって聞いて、町を襲って情報を集めているんだが、何か情報はないか。知らん、いつまで仲間だと思っておる。私は人間だ。どこが人間だ、どう見てもキラーマだろう。えい、話しても拉致が明かぬ。ピンクの鎧を着た戦士は私一人で十分だ。で上がそうだよね、怠慢になって、あで結構なんだっけ、不死鳥乱舞だっけ、新しい必殺技を覚えてるんで、結構ライアン自体は強くなったんじゃないですかね。で下がこんな感じですね。はい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 、さあ頑張ってもらいましょう。オートでいきましょうか。こうか、こうだな、こうでいいかな。あれなんでライアンここ来ちゃったの。ライアンは怠慢でやってもらわなきゃダメでしょ。怠慢でやってください。よし、じゃあ行きましょう。オートで行きましょう。お、いいよ。うん、強い。でサブナックは、覚醒4つまでいってるのかな。あともうちょっとでね、5までいくんですけどね、もうちょっとですね。だから昨日とは全然比べ物にならないぐらい強くなってると思いますけどね。うん、強い強い強い。おー、いいよいいよ。よーし、キラーマ倒せればもう大丈夫でしょう。サソリアーマ何もできない。よーし、強くなりすぎてしまったか。どうだ、ピンクの鎧の戦士は私だ。そして私は人間だ。まさか人間だったとはな。俺のふるさとの海辺の村あたりから仲間が来たと思ったんだが、これに来れたら町を襲うような真似はやめるのだ。シー、分かったよ。町を襲うのはやめよう。だがお前のことは諦めねえ。シーのピンクの鎧の戦士がどちらか決めるため、また挑戦してやる。戦士として何度でも挑戦は受けてやる。3ターン以内いけたんじゃない。サソリアーマーは何もできなかったからね。さあ来ましたよ、7。うわ、12000なんだ。いやー、これは無理じゃない
お、煉獄斬りがもらえるんだね。いや、これは無理じゃないですか。うん、どうだろうね。ダイアン結構強いからな。ライアン次第だね。それにしても必殺技使ってくれないね。お前を倒すため鍛え直してきたぞ。お前に勝って真のピンクのような戦士は俺だと証明してやる。その挑戦を受けてたと。まあとりあえずこのパーティー行ってみましょうか。それでダメだった場合メンバーをチェンジと。はい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 、まあ、またこんな感じなんだね。ここ怠慢だね。でベホイミスライムがいて、はい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 、どうしようかな。うん、うん、これでいくか。これでいって麻痺大弱点ね、眠りね。はいはい、いいんじゃないですか。あ、いやいやいや、いきましょう。オートで、うん、こっち行って、痺れてくれ。ダメか。お、そっち来た、そっち来た。あ、こっち来んの。おー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 、はい、いいよ、うん、はい、硬い硬い。違う違う違う、そっちじゃない方から回り込んでほしかった。しびれない。いいよ、いけいけいけ。あー、仲間呼ぶ。ちょっとこれはないでしょ。ちょっとでしょ、そうなっちゃうよね。違うって、こっちからだって。はい、あ、ラリホーがあんのか。いや、失敗したな。ラリホー行くか。ここ失敗したらラリホー行こうか。巻き込み、麻痺してもいいんじゃない。おー、ナイスナイスナイス、きたー。あ、ちょっと待って、違う、大くらいですよ、大くらい、大くらいしてから。よし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 、いいよいいよいいよ。はい、テールハンマー、しびれてよ。よし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 、いや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 、痛い。さあさあさあ、これどうしようか。こっち行こう、こっち行って、なるほどね。よしよし、ここはギラでしょ。さあ、うわー、まひらないね。さあ、来なさい。不死鳥天部。いけ。おー、来た来た、かっこいい。400ぐらい当たりだったからか。もうちょいだな。大くらい使ってあれか。はい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 、いいよ。いや、普通に普通攻撃でいいのか。こっち行って、はい、稲妻斬り。ギラ。あー、でもあれか、ベホイムスライム止めなきゃダメか。そんな感じしてきた。マイ攻撃。いやー、まひらない。ナイス、いいよ。おー、ベホイムしてこない。あー、やられたー。テラマ、よし、こっちはよく通るね。うわ、ずる。
ギラ。あー MP ない。ここで不調天狗か。そうか、鉄鉱山でダメージ落としてからか。あ、守備力失敗したね。使うとこ完全間違えたね。いや、これあれだ、諦める。はい、そうか、ちょっと待てよ。メンバー変えてもいいんだけど、ちょっとこれでいきましょうか。ちょっと戦い方がちょっとミスった感じがする。ここはスケープ。こことこう変えようか。うん、はい、行きましょう。結構まひらなかったよね、こっちがね。あー、3ターン目で使えるとかってあるんだ。なるほどね、これが効果3ターンか。うん、はんはんはん。あ、下がんなかった。うん、できて。あー、まひってくれよ、まひってくれよ。はい、こっち来る。待機。前に出てラリフォーでしょ、これは。はい、よしよしよし、こうこうこう、そう、これ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 。麻痺攻撃頼むよ、麻痺ってよ。うわー、麻痺らんね。こっち来て、ここだ。下がらない。よしよし、でもいいよ、仲間呼んだ。マヒレ、さあどうしようかどうしようか。あー、どうしようかどうしようか。待機、上、うわ上、あー、そっか。ギラ、マヒレ、マヒらんな。いや、使えんのは分かってるんすよ。もうよしよしよし、下がった下がった。レフォーに来るよね。はい、下げて次ウォークライやって、よし、頂点ですよ、間違いない。こっち来て、稲妻、はい、ギラ、あいつは寝ている。巻き攻撃、あー、ここでしずるいな。はい、ウォークライ、ここでウォークライ、そう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 。で、次ですよ、次。回復するがどうだ、うん、
はい、しびれよ。こっちしびれないな今度な。うん、いいでしょ。ナイス、いいよ。ラリフォー、ラリフォーで眠らそう。こっち行く。光のブレス、いいよ。さあ来ました。さっきは90いくつの4回。あー、こいつデフォルミサイヤマン当たっちゃうかな。おー強い。142の4回。痛い。残りも痛いね。しびれない。さっきのしびれは何だったんだ。こっち来て、なずな切り、はい。ギラで削っておきましょうか。はい、光のブレス、はい、いいね。もうちょいだ。うわー、やられた。そろそろいいんじゃないあなた。全然しびれないんだけど。稲妻切り、あざす。よし、大きいな。 HP 回復は大きい。 いやなかなか強いよねベフォルセム。ライアン相手に110にまたえるの。うわー、どうしようかな。第一の祝福やりたいな。あー、しゃ、 OKOKOK。 こっち側に来て、はい、いよいよ。こっち来て、はい、はい、強っ。108も回復するの。麻痺もう解けたの？早くない？ここで攻撃準備しようか。はい、いいね。ギラ、こっちはこの2人でスペクテッドと狛犬でやってもらおうか。ライアン自体は向こうに行くと。はい、おお、いいね。108強い強い強い。よし、あー、よし強っ。いやー、暴れ込まないの強いな。あ、スカラ強い。スカラも強い。まああとは音でいいんじゃない。いや、さっきの攻撃準備とか強いな。暴れ込まいな。スカラも強いよね。3だもんな。おいしいとこ取っていく。くそ、これでも勝てないか。確かに修行積んだようですな。しかし私もまた日々修行を励んでおるのですぞ。お前こそ真のピンクの鎧の戦士。俺を仲間にし、マジで？すまぬが今ならモンスター仲間にする気にはなれんのだ。くそ。はい。あいつ魔物と話をしておるぞ。やっぱり魔物の仲間じゃ。ぬおう、誤解ですぞ。なんか俺のせいですまねえ。
構わぬこういう扱いは慣れておる。ただいいモンスターも いることをいつか皆に知ってほしいものですな。はい、ステージクリア、ミッションは何もクリアできず。でもね、今回、新たに仲間になったモンスター5体で攻略できたのは良かったですよね。うん、レベル上げも頑張った甲斐があります。でも元々強いね。やっぱサブナックに暴れ狛犬、それからサソリアーマー、サソリアーマーも結構硬いもんね。はい、というわけで、無事6、7クリアできました。あとはミッションコンプリートしていくだけですね。はい、本日は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。